ウィンストン郡はアメリカ合衆国アラバマ州の北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は24,484人であり、2000年の24,843人から1.4%減少した。郡庁所在地はダブルスプリングス町であり、同郡で人口最大の都市はハレービル市である。1858年以前は ハンコック軍と呼ばれていた。軍名は第15代アラバマ州知事を務めたジョン・エイ・ウィンストンにちなんで名付けられた。ウィンストン軍は1850年2月12日にウォーカー軍から分離してハンコック軍という名前で設立された。当初の名前はマサチューセッツ州知事を務めアメリカ独立宣言に最初に署名したジョン・ハンコックにちなんで名付けられていた。 軍庁所在地はヒューストンにあった。1858年1月22日、アラバマ州知事ジョン・ A ・ウィンストンにちなんで改名された。南北戦争の時に、ウィンストン軍はアメリカ合衆国からの脱退に反対して、注目を集めた。その感情が強かったので、ウィンストン共和国と呼ばれることもある。今日の軍は、ウィンストン自由州との評判があり、観光客を集めている。 ウィンストン軍がアメリカ連合国に反対したことは、ハーパーリーの小説、アラバマ物語や、ジョー・デイビットブラウンの小説、アディの祈り、小説に基づく1948年の映画、タップルーツに簡潔に述べられ、ウィンストン軍の南北戦争史をかなり脚色し、不正確なものにしている。1883年、 軍庁所在地は、軍の中心に近いダブルスプリングス町に移されたが、これは、軍東部からカルマン軍が創設されたからだった。公民権判断で著名なアメリカ合衆国、第11区構想裁判所判事フランク・ M ・ジョンソンは、軍内、デルマーの町で生まれた。軍内には、アメリカ合衆国国家歴史登録罪が4件ある。すなわち、高校学遺跡 1W150 号。 フェルドマンの百貨店、ヒューストン監獄、ウィンストン郡庁舎である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は631.86平方マイルであり、このうち陸地614.44平方マイル、水域は17.42平方マイルで、水域率は2.76%である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ウィンストン軍は南北戦争の時代から民主党に投票することの多かった州内にあって共和党の島のような状態を続けた。1912年アメリカ合衆国大統領選挙では他の3軍とともにブルムース島候補者セオドア・ルーズベルトを支持した。ありがとうございます。